彼の子を妊娠しやがったのか。いい度胸だな。え、さえさん、名前を知ってるってことは私が婚約者って分かってて彼に手を出したのね、このメス豚。私は高雪の姉のみゆきだよ。見えすいた嘘つくな。あんたのスマホに高雪と名前で登録されてあった。いつ私のスマホ見たの。あんたが無様にすっ転んでる時よ。弟なら普通電話帳の名前は弟って登録するはず。名前で登録するのは普通だし、勝手にスマホ見るなんて非常識すぎる。浮気の証拠を抑えるためよ。調べたなら勘違いだって分かったでしょ。証拠探し中にあんたが意識を取り戻したから逃げたの。おかげで連絡先しか見れなかった。そもそもあんなことしといて逃げるなんて信じられないんだけど。ちょっと腹こずいただけでしょ。それで救急搬送とか舐めてんの。お腹があざになるほどのボディーブローを食らわせといてちょっと。彼が浮気相手妊娠させたらあんただって腹殴るでしょ。殴らないよ。しかも反動で倒れた私の顔をハイヒールで踏みつけるなんて。巨大な肉団子が転がってくるかと思って怖かったからせき止めたの。こっちは頬骨が折れて顔がパンパンに腫れてるんだけど。ド派手なメイクで隠してたブス顔が露呈しちゃったんだ。おめでとう。仕事もできなくなったのにその言い方はないんじゃない。そりゃ重ね重ねめでたいわ。ざまみろって感じ。あなたのやったことは傷害罪よ。すでに警察を呼んで被害届を出すことにしたから。浮気相手のくせにそんなことする権利があると思ってんの。だから私は姉だってば。浮気も妊娠もしてないの。そういう嘘超うざいんだけど。弟は何も言ってなかったの。あんたは家族だとかなんとか言ってたけど、二人で口裏合わせてるだけでしょ。本当に指定なんだけど。嘘つけ。私本物の姉には前に一度会ってんだから。半年前に映画館でだよね。私も覚えてる。はいはい、うまいこと話合わせてるみたいだけど、私は騙されないよ。そういうんじゃないって。あんたと彼の姉、体型は同じで醜い肉団子だけど顔が全然違うんだよね。今日は仕事で派手なメイクと衣装だったから印象が違っても無理ないよ。むしろ仕事ならあんなデーモン閣下メイクでキャリーパミパミみたいな格好ありえないでしょ。そこまで派手にしてたつもりはないけど、私の仕事は特殊で。何？サーカスで動物を蝋人形にするマジックでもしてんの？そんなことしてないから。私の仕事はね。うっさいクソデブ。浮気女の作り話なんてもう聞きたくないんだよ。違うって言ってるのに。高雪のバカ、前から怪しいと思ってたけど、よりにもよってこんな女と浮気するなんて。ちょっと落ち着いて。デブスな上に嘘つきで家に勝手に上がり込むような女の何がいいの。それを言うならあなただって勝手に家に入ってたよね。私は高雪と結婚するんだからいいのよ。合鍵もらってたってこと。高雪の持ってた鍵をこっそり複製したの。つまり不法侵入と。婚約者の浮気調査をして何が悪いのよ。私はほとんど使ってないけど、あの家は弟と二人で家賃を折半してるから私の家でもあるのよ。またわっかりやすい嘘をごまかすの下手くそすぎ。事実だから。それに誰の家とか関係なく許可なく入るのはダメでしょ。そっちこそ侵入者の分際で何言ってんだか。ここは私の実家だから。まだしらばっくれる気。いい加減に観念しろっての。あなたこそもう少し冷静になって考えてみたら。私は常に冷静よ。だから私の推理には間違いはないの。何一つ合ってないんだけどな。高雪とは結婚するつもりだから今回のことは多めに見るけど、あんたには容赦しないから。何する気。浮気の慰謝料を請求する。え、ついでにあんたの素性を調べて泥棒豚だって言いふらしてやるから。そんなことやめて、意味ないよ。不意調されたくないなら被害届なんてバカな考えはやめることね。そんな無茶苦茶な。あんたはおとなしく慰謝料を出して金のなる豚になってりゃいいんだよ。私はみゆき、27歳です。60代の両親と25歳の弟、高雪との4人家族です。私は普段は海外に生活拠点を置いていますが、1週間前から日本に帰国していました。私を勘違いで殴り飛ばしたのは、さえさん、23歳。弟は交際2年で、
この度婚約したそうです。彼女は初対面の私にデブなババアが小獣となんて最悪とこっそり言うような女性で、もともと印象は良くありませんでした。そんなめちゃくちゃなさえさんですが、弟と婚約していることもあるし、ここは私が大人になって示談にすべきなのかなんて悩んでいたのですが、この後のさえさんの行動が私の仏心を無に返すのです。数時間後、具合どう？お姉さんを浮気相手と勘違いして殴ってごめんね。よかった、やっと分かってもらえたのね。高雪からいろいろと聞いて家族写真とか見せてもらった。私から高雪に説明するよう言ったの。あんたが本当に姉だったなんてびっくり。でもさ、姉なら姉ってもっとしっかり主張してよね。私はずっとそう言ってたよ。この前の件は姉だって知らなかったし示談にして。は？高雪から聞いたけど、あんた世界中で大食いしながら無銭飲食してるんだって。もしかしてフードファイターのこと？それそれ、それでボロ儲けしてんだってね。まあそれなりには稼がせてもらってるけど。だからあんなにクソダサな老人形メイクしてたんだね。私は海外を拠点にしてるからね。あっちには個性的な人が多くて、あれでもおとなしい方だよ。私は全然知らなかったけど、有名人なら警察沙汰とかまずいんじゃないの？何も問題ないわ。警察に厄介になるのはあなただもの。でも私は将来あんたの身内になるんだよ。そうかもしれないけど。それに私だって最初からあんたが姉だって知ってたら殴ったりしなかったし。言う間もなく閃光のように殴ってきたよね。しかもあんなデカっ腹じゃ妊婦と勘違いしても仕方ないじゃん。全然仕方なくないでしょ。ってことでお互い様だよね。どこが？喧嘩両成敗ってことでちゃちゃっと示談にしてよ。私には全く非がないのにそんなの納得できない。そんなこと言っていいの？どういう意味？あんまり往生際が悪いと変な噂が流れちゃうかもよ。はい？あんたが大食い大会でイカ様とか八百長とかしまくってるとか。え？私生活では食べ物を粗末にしまくりで、映える写真を撮ったらすぐに捨ててるとか。そんなことしてないから。あー、これ全部もう SNS で拡散されてた。嘘でしょ？あんたのことを調べてみたら、いろんな SNS ツールでボロクソに言われてたよ。今までそんな根も葉もないこと書かれたことないのに。もしかしてあなたが？証拠もないのに私を犯人扱いする気？だっていくらなんでもタイミングができすぎてる。そういえば細くて若い女に嫉妬して嫌がらせするとも書いてあったな。マジじゃん。嫌がらせしてるのはそっちなんじゃないの？私は何も知らないよ。神様が味方をしてくれてるだけ。なんなのそれ。あんまり往生際が悪いと神様がまだまだあんたに天罰を下すから。こんなのめちゃくちゃよ。それが嫌ならサクッと示談にして、ついでに二度と私たちの前に現れないで。は？だって義士がフードファイターなんてキモいじゃん。一般的ではないけど立派な仕事の一つなのに。あんなもん小じきと同じよ。みっともないから近寄らないで。ひどい。示談にしたら海外でも豚小屋でもいいからとっとと消え失せてね。一週間後、警察から連絡が来たんだけど、どういうこと？昨日病院に警察が来たから正式に被害届を出したの。示談にするって言ったよね。私はそんなこと承諾してない。ふざけんな。示談金も渡したのに。それって一昨日わざわざ病院に来て私に投げつけた1000円のこと？金受け取っといて示談にしないなんて詐欺だよね。見舞い金にしても少なすぎるとは思ったけど、まさかあれが示談金だったとは。未来の家族割引であれくらいが妥当でしょ。割引なんてないし、示談にする気もないから、あれはお返しする。弟に渡しておいたよ。あのさ、私が言ったこと覚えてないの？示談にしないと私の悪評が広まるんだっけ？そんなことになったら困るのはあんただよ。確かにそうね。じゃあどうすればいいかわかるよね。5000万、一括でならいいよ。は？それで示談にしてあげる。文句ないでしょ？終わりよ。そのバカみたいな値段は何？きちんと計算した金額だけど。
ちょっと腹殴って顔面踏んだだけよ。どんだけぼったくっても数万円でしょ。私、頬骨を骨折したせいでしばらく大食いの大会に出られなくなったのよね。それが何だっての。大食い大会には賞金があって、私の稼ぎは主にそれなの。大食いの賞金なんてせいぜい数千円ってとこでしょ。大きな大会だと100万以上の賞金が出ることもあるよ。そんなに。私、世界中を渡り歩いて月に10回は大会に出てたから、全部優勝したら月1000万。1000万？怪我したせいでこれだけ稼げなくなるんだから請求する権利があるよね。冗談じゃないわ。まあ実際は100万も賞金がある大会なんてそうそうないんだけど。脅かさないでよ。でも大会にはそれぞれ副賞ってのがあってさ。何それ。例えばホットドッグの大会で優勝すると1年分のホットドッグがもらえるとか。まさかその分も示談金に含めるっての。私、食費はほとんど大会の副賞で賄ってたからできるんじゃないかな。でも食費なんて大した金額じゃないでしょ。月10万を完治まで数ヶ月だから、確かに1000万よりはだいぶ少額だね。食費10万ってバカなの。食いすぎでしょ。私はフードファイターよ。普段の食事がトレーニングなの。骨折ってんだからそこは休みなさいよ。リハビリも兼ねてるから。そんなの知るか。それに仮に今のを全部合わせても5000万もいかないじゃん。今説明したのはほんの一部。他にも治療費とかスポンサー契約の損害とか、いろいろ合わせたら妥当な金額よ。治療費はともかく、スポンサー契約って何？私、海外では結構有名人だから、大手の企業とスポンサー契約してて、年収は億超えるんだよね。はい？仕事ができなくなったらその分の損害も出るでしょ。ってことで、示談にしたかったら5000万よろしくね。ただ好き勝手食べるだけで年収億超えなんてありえない。ああ、それから私のことを SNS で好き勝手に書いたことは名誉毀損で訴えるから。あれは私がやったんじゃないって言ったでしょ。でも証拠あるけど。は？弟に言ってあなたのスマホを調べさせたの。高雪にですって。あなたが捨てアカ作りまくって私の悪口書きまくってた証拠がゴロゴロ出てきたって。人のスマホ勝手に見るなんて最低。あなたにだけは言われたくないんだけど、そもそも将来の嫁を陥れるなんて高幸は一体何考えてんの。将来の嫁ではないからじゃない。え、あなた高幸のことをもともと疑ってたみたいだけど、その勘は正しかったみたいよ。どういうこと。高幸別の女性とも結婚の約束をしていたんだって。何それ、意味わかんないんだけど。あなたともう一人の女性、どっちと結婚しようか迷って両方に結婚を約束してたの。え？でもあなたが私を殴ったことで暴力的な女性は NG って結論に至ったそうよ。そんなバカな。私、高幸の借金100万を代わりに返済してるのに。借金持ちは都合が悪いから代わりに返済してくれとか言われたの。なんでそれを。同じ手口でもう一人の女性にもお金出させてたそうよ。まあお金は全部パチンコに消えたらしいけどね。嘘でしょ。相手の女性は全て知った上で結婚するらしいわ。物好きよね。そんなはずない。全部あんたの作り話よね。そう思いたいならどうぞ。本当なの。マジで私高幸に裏切られたってこと。そういうことになるね。私もうじき職場を寿退社することにしてるのよ。どうしてくれんの。さあ。その態度は何なのよ。あんたの弟でしょ。我が弟ながら最低だし、私も両親も高幸とは絶縁するからもう家族じゃないわ。嘘。だからそっちの揉め事はそっちで勝手に揉めて。そんな。それよりも今は私との話をしましょう。結局示談にするのしないの。5000万なんて払えないわよ。じゃあ被害届は出したままね。名誉毀損で訴えて慰謝料請求、仕事ができない休業損害も合わせて5000万請求するよ。は？示談にしないイコールお金を請求しないとは一言も言ってないでしょ。それなら示談に。もう受付は締め切りました。閉店ガラガラ。そんな。
じゃあまずは警察のお世話になって支払いをよろしくね。ちょっと待ってよ、こんなの不幸すぎる。私がかわいそうだと思わない？人を殴って逃げるような女に誰が同情なんてするもんですか。あれは気が動転してただけ。本当は助けを呼びに行ったの。今さらそんな嘘は通用しないから。わかった、わざとやった。何もかも全部謝るから。謝罪もいらない。おとなしく警察に捕まってその後で払うもん払ってね。仕事も辞めるのに5000万なんてどうやって稼げばいいの。私の知ったことじゃないから。そんなに冷たくしないで。このままじゃ人生終わっちゃう。自業自得ね。せいぜい終わらないように頑張って。そんなこと言わないで。お願いだから助けてよ。後日談。その後さえは逮捕。私は彼女を名誉毀損で訴えて慰謝料と損害賠償を請求しました。さえは寿退社するまでもなく仕事をクビになり、今は水商売をしています。貧相なアパートで生活し、その一方で休みの日は高雪ともう一人の結婚相手をつけ回していたそうです。そのせいでもう一人の女性は逃げ出してしまったんだとか。高雪はどこに逃げてもさえが出没する今、恐怖に怯えてノイローゼ寸前だそう。二人で一生愛の追いかけっこを続ければいいと思います。一方の私は怪我も完治し、フードファイターとして復活しました。さえが流した噂も消えて仕事に支障はなく、今は楽しく食べまくる生活をしています。